はい、ピースケです。サックスペやっていきますということで、メンテ明けましてついに北雪が実装でございますということで、こちらをねちょっとね前情報、まあ、ときめきブーストとかがまあいろいろ合同練習も増えてるのかなっていうところで、まあ、男子が入れたりとか、あ、なんか増えてるね、うん、一緒に下校、ときめき度と体力上がります。経験点獲得、機材が強化、あ、なるほど、悩み相談、そうなんで爆弾がめんどくさいんですよね。評価が上がりきっちゃうと爆弾を除去するのに相談をしないといけないので、これがちょっとめんどくさい。で、あ、ときめきブーストこれですよね。これがどんくらい強いか、あ、やる気が大事らしい。じゃあ北斗と一緒か。なるほどなるほどって感じみたいです。あ、北雪のキャラをセットしよう。まあ一人でしょうね。まあおそらくせっちゃんっていう感じだと思うんですけど、何またもできないとは思うんで、ターン的に。なるほど、あ、爆弾発生時は効果アップなんだ。難しいそれをうまく、あ、ラブパも大事なのね。あ、やっぱせっちゃん必須だな。こんな感じでございます。で、男子イベキャラの注意点、あ、イベント発生しない。え、辛くね。北斗は別とかそういうことないの。あ、じゃあ北斗いらなくね。これ練習登場は2月から。あー、なるほどね、タッグがすぐ組めますよと。うーん、ちょっと待って、男を入れないといけないのか。入れないと金徳が取れない。難しい。北雪関連キャラをセットして育成しよう。まあそうだよね、でみんな彼女キャラなので、まあ、全員は入れれないと思うんですが。ああ、機材がさらにレベルアップ。ヤベタなるほど、ヤベタと北斗がなんか特攻っぽい感じになってる。ヤベタ持ってたっけ。わかりました。ちょっとやっていきます。で、ガチャ来てるんで、ちょっと俺は引かないかな、借りればいいかなって思ってます。っていうのも、まあ、せっちゃんがね、なんかエプロンなのか袴なのかよくわからないっていう袴せっちゃんのね、街道で、あ、まあ、新街道狙うか、総力上限ですねっていうところなので、うん、まあ、あと覚醒前提みたいな感じになっちゃうんでね、うん、できたら50をお借りしたいなって感じでございます。はい、で、北の北海の狼、ちょっとマー君的なコントロールメンタル、あー、で強心臓選べるんだ。ってことは新強心臓追加とかで、うん、結構強いかもしれないって感じですね。コントロールメンタルはでも結構いい練習だと思う。って感じですね。はい、で、まあ、10連無料も来てるので後ほど引けたらいいかなと思います。で、なんか覚醒堂のコーナーのところ見てくださいって、金徳変換って書いてあってね。あれこれ、ヘルプ、ん、どこにもニューなところがないんだよ。え、どこ見ればいいのなんか見てくださいって書いてあったよね。もう一回見ましょう。すいません。あ、デッキ編成画面変換骨。あ、なるほど。ってことは、これ見ます。とりあえず野手で入る。ここで見れるんだ。あー、そういう感じね。はい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 、なるほど。え、じゃあ2個もらえ、ん、
うん？むずくねこれ。あ、そういうことですね。明鏡止水。あ、なんかいろいろ狙えるんだ。所得負荷。投資は無理なんで。所得負荷。伝説の才能。明鏡止水。あ、違う、ホムラ男じゃねえ。あれ、ああ。こいつは取れるんだ。へえ。メンタルだから。芸術的流し。さよなら。これ2個取れるキャラとかは損ですよね。ああ、なるほど。だいたい大盤狂わせか。あ、ヒートアップだ。芸術流し多いね。ヒートアップ。ズルベ、一緒だ。なんか合わせてくれてたり、今ローリングが新しい。あ、こいつ女だ。とか、がある。なるほど。っていう感じみたいです。っていうのが、まあ、男子イベキャラ入れると、金徳が変換されますよっていう感じらしいですね。投手は？で、北斗気になるよね。北斗にしてる人はもう、さすがにいないか。さすがにまだ北斗にしてる人はいないと思うんですけど。いないか。さすがにいないので。だから北斗もデッキに入れたらそうなっちゃうってことなのかな。デッキに入れたらイベント発生しないから、結局は、そうなんだね。女の子入れた方がいいような気もしてきますが、はい。っていうことみたいでございます。ということで、まぁ、ちょっとやってみて、まぁ、どんくらい強いのかとか、見ていけたらいいかな。で、金徳はこうやって取れるみたいなので、まぁ、何個取れるかっすよね。何個取れるかっていうのと、まぁ、このときめきブーストがどんだけ跳ねるのかっていうところ、まあその辺が大事なのかなっていうふうに思っております。はい。って感じでやっていきましょう。皆さん、はい。一緒に攻略頑張りましょうということで、皆さん、ピースな一日をお過ごしください。バイバイ。